はい、こんにちは。スポーツトレーニングプラス体メンテナンス研究所の内合です。今月のテーマは腰痛予防です。腰痛の初期、ぎっくり腰ですとか、座骨神経痛、まあそういった形で初期的な腰痛を予防する運動をご紹介します。腰痛を予防するにはどうしてもこの腹部と腰部、ここのサンドイッチをさせる力が非常に大切になります。ぜひ治療院等においても患者様に必ずこのトレーニング紹介をしていただきたいです。それをすることで改善も早くなりますし、もちろんその後の治療においても変化が患者様にも分かりやすくて効果を実感できますので、必ず治療の後に一つワンポイントとして紹介をしていただきたいと思います。では今月の運動をご紹介いたします。仰向けの位置でまず寝ていただいて、胸郭の位置を確認していただいて、軽くアプローチをしていただきます。アプローチをしていただいて、やや硬くなったところで一つのポイント、恥骨を近づけるようなイメージをしてお腹をしっかりと安定させます。この状態から軽くおへそを覗き込んでいただいて、そしてそれから両足を軽く浮かせていただきます。そしてこの状態から遠くに足を軽く蹴るようなイメージ、そして戻していただきます。遠くに蹴るようなイメージ、そして戻していただきます。終わりましたらゆっくり足を下ろして、ゆっくりと頭を下ろしていただきます。お腹が硬くなるイメージ、そして両足を浮かせて離れた時に骨盤がしっかり安定している、この2点が非常に大切になってきます。これによって腹部の安定と股関節の安定、これを両方浅いところの筋肉と深いところの筋肉でアプローチさせることによって安定をしてきます。そうすることによって突然の腰の痛みだったり、痛みの頻度ですね、こういったところが長くなってきて治療効果を実感しやすくなります。ぜひ治療院の方でもこちらのトレーニングの方をご紹介ください。目安的には3回ぐらいから5回、そして最大でも10回ぐらいでいいです。やや首、頸部への負担がかかりますので、無理をなされないように、無理して頭を上げる必要はありませんので、まずはポイントはしっかりお腹が硬くなるイメージと両足が遠くに離れることで骨盤が少しこう不安定になってくる、そのあたりを意識していただければいいんではないでしょうか。ぜひご紹介ください。